さて今年も残すところ半月余りとなりました。校舎にベートーベンの交響曲第9番大工の調べが響き渡りました。高松高校での演奏会、およそ300人による年末恒例の調べをお聞きください。一緒に過ごした時間とかいろんなことを思い浮かべながら弾けました。校舎に思いっきり自分の声が響いているのを感じてとても楽しかったです。引退なのでこれで最後にこうしてみんなで演奏できて憧れの舞台だったので本当に幸せです。